皆さんこんにちは、フォルクスワーゲン春日部です。本日はいよいよ発表されました、新型ゴルフ8の、私のおすすめポイントを紹介させていただければと思います。よろしくお願いします。まずおすすめポイントの一つ目が、こちらです。トラベルアシスト、現行までのですねタイプの車ですとトラフィックアシストというタイプの、機能がついておりましたが、そちらをさらに進化させたものとなっております。ステアリングには、静電気感知センサーがついておりますので、ハンドルに本当にもう触れていただくだけで、そちらの方が作動するような形になっております。また、時速210キロまでの速度域でアクセル、ブレーキ、ハンドルをアシストしてくれるというような機能になっておりまして、加えてこちらのセンサーがですね、200メートル以上の物体にも反応できるというところが非常におすすめポイントの一つでございます。続きましてこちらですね、エマージェンシーアシスト、運転をしている最中にドライバーの方が意識を失ったりとか、ハンドルからですね手を離してしまうような事象、こちらが発生した場合にはですね、お車が同一車線上で、まず警告音とともに、ゆっくりブレーキをかけてくれるような動作を、し始めまして、その後クラクションを鳴らして周りの車に異常を教えてくれながら、完全にそこの車線に停車してくれるという優れた機能となっております。続きまして、内装のおしゃれな部分でございますが、こちら内装の、アンビエントライト、こちらのお色をですね、R ラインスタイルというグレードですと、全部で30色の中から、アクティブというグレードでございますと全部で10色からですね変更が可能でございます。その日のスタイルなどに合わせて、気分ですねにも合わせて、ぜひぜひ、毎日付け替えをしていただければと思います。最後にこちらですね、シフトレバーが、現行タイプのものからさらに小型のものとなります。そのため指先などで操作することが可能でございます。加えてもし、パーキングに入れ忘れて降車してしまったとしましても、自動でパーキングロックをかけるため、非常に安全なものとなっております。このようにさまざまな、おすすめポイントを備えた新型ゴルフがですね、まもなく日本に上陸いたします。ショールームでは、こちらのですねテザーカタログをご準備しておりますので、皆様ぜひぜひフォルクスワーゲン春日部まで遊びに来ていただければと思います。本日も、ありがとうございました。